ジャーマンケーキ。ジャーマイケーキは生クリームを挟んだ2層のチョコスポンジケーキの上にココナッツフィリングを塗って作られたケーキ。チョコレートケーキの一種。アメリカでは6月11日がジャーマンケーキの日として記念されているほどポピュラーな料理である。日本国内では軍政時代にアメリカ文化の影響を大きく受けた沖縄本島の洋菓子店では頻繁に見かけられるものの、本土ではあまり見かけられない。1852年、アメリカのベーカーズチョコレート社のサミュエル・ジャーマンが開発したケーキ用チョコレートベーカーズ・ジャーマン、S・スイートチョコレートに由来する。それから100年以上を経た1957年になって、同チョコレートを用いる、このケーキのレシピが一人の主婦により、テキサス州ダラスの新聞に投稿され、当時ベーカーズの商標を所有していた。ゼネラルフーズ社がアメリカ各地に広めたため、ジャーマン考案のチョコレートの知名度をも一気に押し上げることになった。それゆえ、ジャーマンケーキの名称は、ジャーマン氏のチョコレートを用いたケーキという意味であり、ドイツ風ケーキというのは誤りである。ナショナルジャーマンチョコレートケーキデー、ナショナルデーカレンダー、ハットジャーマンチョコレートケーキヒストリーワッツクッキング。アメリカハットアメリカンホリデーズステートシンボルズ USA。 ありがとうございます。